東京都きょう新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は4702人でした先週の火曜日からは489人増加しています重症者用の病床使用率はきのうと同じ7.9%全体の病床使用率はきのうから0.5ポイント上がって22.6%でした全国の新規の感染者は4万7706人となっています